はようございます。横山です。今日も一日よろしくお願いします。はい、今日も食べ王者やっていこうと思います。今日は、ストーリーが結構もう手つかずになってるんで、ストーリーの方ちょっと進めていこうかなと思います。1話、見せろ修行の成果と炎の包丁さばき。これぞ極上神馬。お待たせ。これぞ極上神馬一丁上がり。食べるのスタミナカツ丼いただきリーヌ。このサクサクとした衣の歯ごたえうまリーヌ。噛んだ途端じゅわっと溢れ出るジューシーな肉汁、こいつはうめえぜ。あ、普通やなこいつは。へへ、修行の成果が出たみたいだな。この分だと最強になるのもあっという間だな。甘いわ。俺のカツ丼が甘い？醤油と昆布だしで作った秘伝のタレのどこが甘いんだ。なんていうんやろな、これ突っ込むかな。お前の腕前はこんなもの。違う、甘いのはお前の考えだ。お前にはまだ足りないものがある。真面目か。足りないもの、うむ、それはキャーめっちゃ遮るやん、女の人の悲鳴が。なんだしゃあ。嘘だろ。パン屋さんごと全部食ってる。お前も食ってやる。こんなとんでもないやつどうすりゃいいんだ。お前の腕前を見せるのだ。眠れる力を呼び起こせ。今こそ覚醒必殺技を身につけるのだ。覚醒必殺技。次から次にもうなんか新しいワードが出てきて、もうこっちは混乱ですわ。では覚醒必殺技について教えてやろう。覚醒必殺技はバトル中に使える超強力な必殺技なのだ。キャラクター選択の時に Y ボタンを押すとバトル中に使う覚醒必殺技を選べるぞ。実際に銀河千切りを選びバトルに挑むのだ。何銀河千切りって。絶対なんかこっちがやらなあかんこと増えるやんこれ。それでは覚醒必殺技の使い方について教えてやろう。味方食べ神が倒れると食べ王者ゲージが溜まるのだ。食べ王者ゲージが最大まで溜まると覚醒必殺技が使えるようになるぞ。逆にあんま倒されへんかったら覚醒必殺技使えないってことね。え、なになに？やめたで今。めっちゃ溢れてたやん。失敗食べ神ずっとおっと邪魔やからな。一応召喚しとこう。必殺技、スピニングバンス。ハンバーガーの余裕を持っとんの。エディスポーションたまんのが本当に早いな。いけー、あんまり食らってない。いいぞ、食べ王者ゲージが溜まってきたな。ゲージが最大になると覚醒必殺技が発動するのだ。もっと食べたい。もうだいぶ溜まったぞ今。一気に調理、覚醒必殺技使う前に終わった。シャー、銀河千切りマスターしたぞ。覚醒必殺技銀河千切りを覚えた。ビッグリーヌ食べる、スゴリーヌ、まあ使ってないけどな。は、笑わせんぜ。誰だ。俺の名はヤッキ先輩だ。普通にヤッキ先輩だって言ってきてもな、もっと説明するとこいっぱいあるやろ。わ、もちろんもうまとも、まともなツッコミ。わ、自分で先輩とか言ってる。先輩チーズ。あ、そういうことね、こいつの知り合い。ヤッキ先輩はこの俺、ヤッキの先輩だぜ。それ、名前でわかりぬ。あんた確かに素質はあるみてえだが、あの人の料理に比べりゃ大したことないな。何？ライバル的なやつ。あの人？この俺を生み出した超すげえ料理人だ。な、先輩を産んだだと、そいつはやべえ、超やべえぜ。そんなに？相手なら明日、市場に来な。あの人はそこに店を出してる。食べる、行くか行かないか、これは究極の選択だリーヌ。いや行くやろこの展開絶対行く。はやリーヌ、この主人公のタイプで行かへんなんて言ったらがっかりやわ。一章2話登場、味な真似する謎の料理人。はあ、すげえ料理人なんてどこにもいないぞ。腹減った。あー疲れた、腹減った。なんかいい匂いがするリーヌ。食べる、あれを見るリーヌ。焼きそばの屋台？こんなとこにあったっけ？この焼きそば、確かにうまそうっす。ジュルリーヌ。
フクカマジありがとう、いただきます。ハム、これは濃厚なソースの香りとうまみ、シャキシャキのキャベツの甘み、そしてもちもちシコシコとした太麺、うまい。へ、当然よ。あ、先輩、チーズ焼き先輩を作った料理人って、うわー、もうしょっちゅう出てくんなこいつ。うわー、ハングリーイーターが出たリーヌ。なんだよ、まだ話の途中なのに。見せてもらうぜお前の料理の力を。めっちゃ上からやな。 Are you hungry? Ready? Fire! 必殺技スパイスバウンシングショット。3発打つだけか。勝った、弱いな、楽勝楽勝。すげえ、めっちゃ揃ってる。ぐわー、なんて数だ、こんなの勝てるわけない。やれやれ、このハングリーイーターども、どうします。団体客はお断りなんだが、ごちそうさまらせてやるか。そうっすね。な、なに、行くぜ行くぜ。お、ついにこいつの強さがめっちゃ省略されてる。なんかバトルシーンかな思ったら、ごちそうさまでした。な、あんだけいたハングリーターを一瞬でびっくりーぬ、すごリーヌ。やっぱりこの人がヤッキ先輩の言ってた超すごい料理人だよね。その通りだぜ。あんな料理初めて見た。ねえ兄ちゃん、俺に料理を教えてよ。ふ、このソース使ってみな。わ、ありがとう。よし、もっと強い食べ王者になってやる。食べ紙の強化について教えてやる。まずはレベルアップを選ぶんだ。食べ紙の強化には強化素材を使用するんだ。今回は俺が特別に用意しておいたから、それを使え。めっちゃ親切やん。もう408全部使い切れってことね。食べ紙のレベルが上がったな。こうやって食べ紙は強くなる。よく覚えておくんだ。次は食べ紙の進化について教えてやる。まずは進化を選ぶんだ。食べ紙は進化や味変をすることで姿と強さが変わる。食べ紙を強くするのは強化だけではないってことだ。あ、ヤッキ先輩になれるやんこいつ。ピカチュウがライチュウになるみたいな。ゴッドレシピが進化するぞ。神うま狩りし料理を作って新たな力を解放するんだ。もういろんな用語出てくるんだこれ。先輩ソース、まさにそうやん。ピカチュウがライチュウ、何やったっけ、月の石やったかな。やばい、キャベツ切らなあかん。これ疲れんねん。ああ、しんどい。よっしゃー。生姜がやばい。うまく進化できたな。今回は練習だから、次から自分で強化と進化を行うんだ。強い食べ紙を生み出すために必要なことだから、よく覚えておくんだ。1章3話、作れ飯、食べ紙バトルで腕試し。ねえ兄ちゃん、もっとなんか教えてよ。早く最強の食べ王者になりたいんだ。仕事中だ。ねえ知ってる？伝説の食べ王者のこと。そんなやついるのかな。さあな、冷たいなこいつ。ちょっと、もっとなんか教えてよ。料理の真髄は教えられるもんじゃない、自分の手で掴み取るもんだ。自分の手で食べ王者と戦って経験を積め、それが最強への近道だ。あ、なるほどね、ライバル的な存在か。おい、そこの食べ王者、勝負だ。流行りーぬ、もう喧嘩売ってりーぬ。ポケモントレーナー的なノリやな。なんだお前、この俺と食べ紙バトルする気か。やってやる。ああ、最強にうまい飯作ってやる。なにこれ、すげえかっこいい。もうパチンコとかやったら結構これ強いスーパーリーチやな。すげえ、やっぱりな、やらされんねや。振りまくれ。すげえ、で、どこにダメージが入った今のは。
すげえ、めっちゃもう寄ってたかって状態やもう。すごいな、大迷惑やな。ま、参りました。シャア、どうだった兄ちゃん、俺の料理。まだまだだな、最強になりたいならもっと修行することだ。おい、そこの食べ王者、俺と勝負だ。話全然聞いてねえ。あれ、ヤッキーまだおんねや。ヤッキー先輩になったんちゃうのこいつ。ふ、一章四話、ストリート食べ王者バトル。よーし、兄ちゃんの言ってた通り、もっと修行を積まないとな。どんどん食べ王者と戦うぜ。マリーヌ。でも食べ王者はみんな忙しい。リーヌ、誰でも簡単に戦ってくれるわけじゃない。リーヌ、そうなの？食べ王者はいらんかね。めっちゃ安売りするやん自分のこと。いるじゃん、あの、俺と戦ってくれませんか。最強の食べ王者を目指しているんだ。もちろん構いませんよ。今ならたったの 1000G です。あ、1000ゴールドです。金取るんかーい。お、勝利。よかったな、こいつは。素晴らしい腕前ですね。あなたの勝ちなのでお代はいりません。払わないし。そうだ、あなたのように最強の食べ王者を目指している人が向こうの中華料理屋さんにいましたよ。彼も凄腕ですよ。一体どちらが強いんでしょうね。よーし、行ってみるぞ。一章5話、ストリート食べ王者バトル2。この中華料理屋さんだな、凄腕の食べ王者がいるのは。頼もう。そんな感じなんや。営業妨害ちゃんこれ。はいよー、餃子上がったよ。お一つどうぞ。うわ、めちゃくちゃうまそう。あむ、これは口の中に溢れ出す濃厚な肉汁とシャキシャキキャベツの食感、さらにニンニクの香りが食欲をそそる。こんな餃子食べたことないよ。やばいやんこいつ。む、それは王者ヒア、あなた食べ王者ね。うん、俺武者の食べる最強の食べ王者を目指しているんだ。それなら私と勝負するしかないよ。早いな展開が。よし、勝利。あなたすごく強いね。凄腕の中華料理人って割にはまあまあだったな。凄腕の中華料理人、それは私じゃないかもよ。私よりも凄腕の中華料理人の店があるよ。その名もコライモンだよ。コライモン、真ん中のやつコックボやばいな。コライモン行ってみるしかないぜ。お疲れ様でした。一章が、終わったんで、また続きから、やっていこうと思うので、またよかったらご視聴よろしくお願いします。